はい、どうも皆さんこんにちは。今日は陣内と聖書研究棟をお送りします。今日のタイトルはルツの回収はなぜ起きたのか、伝道の理想の形というタイトルでございます。今日からですね、ルツ記に入っていきます。でルツ記短いんですけども、でルツ記があってサムエル記に入っていくという、まあ、歴史がですね、ヨシュア記でカナンの地に入り、でカナンの地で獅子記というですね、まあ、神なき時代といいますか、指導者なき時代といいますか、その、いわゆるまあもうディストピア的なですね、そういう時代を経て、そしてルツ記。じゃあルツ記なんでここにあるのっていうと、実はルツという人はですね、ダビデのおばあちゃんかな、ひいおばあちゃんなのかな、だからサルマはボアズを産み、ボアズはオベデを産み、オベデはエッサイを産み、エッサイはダビデを産んだと、ルツ記の4章にあります。でここが、まあ、ルツ記の実は、まあ、書かれた理由なんですよね。つまりダビデの家系というのはどういうところから出てきたのかっていうことを、まあ、いわゆる、まあ、伏線を張ってるみたいな、そういうのがルツ記になります。でまあいろんな言えることはあるんだけれども、よくねそのクリスチャンの方で名前がルツっていう方いらっしゃいますよ。日本人でね、日本人で名前がルツだともうほぼクリスチャンで間違いないみたいなことってあって、英語だとね、ルースっていうね、ルースベネディクトとか、ルースベネディクトってね、聞くと刀っていう有名な本を書いた、あの人確かお父さんが宣教師だったと僕は記憶してるんですよね。で、ルースっていう人ね、いっぱいいますから、それはまあルーツ、聖書のルーツから取っている。で、まあルーツっていうのは、ルツ記っていうのはですね、まあそのフェミニズム的な観点からもすごく興味深い章ですし、で、ダビデというね、の家系だから、ダビデのひおじいちゃんがボアズだったってことですね。ボアズ、オベデ、エッサイ、ダビデですから、はい。でじゃあボアズのお嫁さんになったのがこのルツなんですよ。で、ルツってちなみにですよ、ユダヤ人じゃないんですよね。はい。で、これね、モアブ人なんですよ。モアブ人なんですよ。で、モアブ人だったルツがユダヤ人に、まあ、いわば改宗するというか、ユダヤ人になるんですよね。じゃあどうやってルツが、ね、ユダヤ人になったかというと、その宗徒のナオミという人物を通して、まあ、ルツはユダヤ人になりました。はい。で、1章16節に、まあ、こう有名な言葉なんですけど、ルツは言った、お母様を捨てて別れて帰るように仕向けないでください。お母様が行かれるところに私も行き、住まわれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です、ということで、結局ここでそのルツって正式にというかですね、まあ、回収するわけですよね。で、ユダヤ人っていう概念ってちょっと面白くて、まあ、今のユダヤ教とまた古代のユダヤ教違うんでしょうけど、まあ、今のユダヤ教で言うと、ユダヤ人ってね、ユダヤ教にならないとユダヤ人じゃないし、ユダヤ教になればユダヤ人っていう、要はその宗教的アイデンティティとナショナルなアイデンティティが連動してるという、すごく珍しい、なんというか特異な、宗教であり国なんですよね。で、だから日本人が確かユダヤ、いわゆるそのイスラエル人になろうとすると、確かユダヤ教に改宗しなきゃダメなんじゃなかったかな。なんかね、それ読んだことあるんですよね。というか、そういう国で、だから ルツはここで、あなたの神は私の神っていうふうに、ユダヤ教徒、そしてユダヤ人のナオミに対して言った。この瞬間、ルツはまさにユダヤ人になった。というかですかね、ユダヤ教に改宗したということが言えるわけですよ。
でこれってね、そのなんだろう、古代のユダヤ教と現代のユダヤ教違うよと。でまたその古代のユダヤ教と現代のキリスト教もまた違うじゃないですか。でこれまあ置換神学って言われて、まあ、今のキリスト教はもう古代のユダヤ教と考えていいんだって考え方あるんだけど、僕は置換神学のはあまり支持してなくて、やっぱ違うものだと思うんですね。ただその類比ではあるんですよ。類比であると同時に、そのアブラハム契約ってあるじゃないですかね、創世記12章の、あなたを祝福するものはあなた、祝福され、あなたを呪うものは呪われるという、地上のすべての民族はあなたによって祝福されるという、あのアブラハム契約と大宣教命令ですね、イエスが言われたこの、ね、福音を地上のすべてに述べ伝えなさい、で教会を通してこの全世界を祝福されるって、あれって実はその連続性があって、であれ全く違う話じゃなくて、実は神の大きな物語という意味では、この大宣教命令とアブラハム契約って全く同じ、なんていうのかな、そのこの世界、選ばれたものを通してこの世界を祝福するという神の大きな物語におけるご計画っていう意味では、なんていうのかな、同じものというか、要はその弁証法的に新約化されたのが、アブラハム契約を新約化したのが、その大宣教命令なんだよと。でこれ僕だけが言ってる話じゃなくて、クリストファー・ライトというですね、旧約学者なんですけど、この人、ローザンヌ会議のトップをずっとしてて、2016年に、日本伝道会議というですね、福音派の大きな集会が神戸であって、その時にも基調講演をされたクリス・ライトという方がいます。でこのクリストファー・ライトという人が一番強調しているのがそこなんですよ。つまりアブラハム契約の連続として我々は大宣教命令を担っているんだっていうことなん で言えばですよ、このルーツがそのユダヤ教に改宗したね、ナオミを通してユダヤ教に改宗したっていう、このストーリーから我々はいわゆるその僕らが伝道と呼ぶものですね、つまり私たちを通して、人々にイエスを伝えていくということを実は学べるんじゃないかと僕は考えているんですよ。で僕はそれを考えた時に、この あなたの民は私の民ね、あなたの神は私の神っていう風にルツが宗徒のナオミに対して言ったこの言葉って、僕はその伝道の究極の形だと思うんですね。でこれね、背景説明しますと、まずね、まあ一章ルツ記一章を読んでいただけば分かるんですけど、ナオミという人はですね、夫エリメレクという人がいました。で、この時ベツレヘムという、これまたベツレヘムっていうのが、またこれが新約聖書のイエスの誕生の伏線にもなってるんですけど、このベツレヘムという町に飢饉があったわけですよね。作物が取れなくなってしまった。でそうするともう移住するしかないってことが起こるわけじゃないですか。で、異国の地モアブに移住します、ナオミとエリメレクには。で移住してから間もなくエリメレクは死にます。ナオミの旦那は死にます、旦那さんは死にます。でだけど二人の息子がいました。でこの二人の息子はモアブ人の女性と結婚しました。で、このモアブ人の二人の女性、つまり二人の息子の、それぞれのお嫁さんがルツとオルパという、人でした。なのでここでこの時点で書体は5人なんですね。ナオミがいて、息子2人がいて、お嫁さん2人がいると、こういう5人の書体でした。で、この5人に家族は、この5人に子供はなかったんですよ。つまり2人ともルツもオルパも子供をまだ産んでなかったんですね。つまりナオミには孫がなかったわけです。で、なんとですね、ナオミの2人の息子もモアブの地で死んじゃうんですよね。はい。で、ルツとオルパという異邦人とナオミというユダヤ人の3人の書体になりますよね。だけどこの書体って何かっていうと、もう結びつきって感情的な結びつきだけじゃないですか。なぜならその要は自分の旦那さんが死んだ家父ですから、ルツもオルパもね。でそのじゃあその旦那さんの母親がナオミだというだけで、実はその
なんだろう、こう法的な結びつきというか、そのもはや家族としての結びつきの根拠となる、もう息子がいないわけですから、もう感情的な結びつきだけになったんですよ。で、この結びつきっていうのはどういう、いつ気づかれたかというと、このテキストを読んで分かるんだけども、10年間この3人で暮らしてるんですよ。で、その間に、これね、どこに書いてあったかな、あのね、で、4節だと、2人の息子はモアブの女を妻に、迎えた。1人の名はオルパで、もう1人の名はルツであった。彼らは約10年の間そこに住んだ。つまりこれ3人じゃなくて5人の所帯で、10年間モアブに住んだんですね。その後で、息子2人が死にます。だから5人の所帯でモアブに、で住みました。この10年間に、まあですね、5人で過ごしたこの10年間、子供もなかったけれども、ね、2人のカップルと、2組のカップルと、ナオミ。この5人で過ごした10年、モアブで過ごした10年の間に、感情的な結びつきが築かれました。で、2人の息子が死んで、もう、ね、法的な、何もないんだからあなたたちはもうモアブに残りなさいって言って、ナオミはですね、自分だけはちょっともうベツレヘムに帰りますって言って言ったんですよね。これがですね、これも結構有名な話で、ナオミは2人の嫁に行った。あなたたちはそれぞれ自分の母の家に帰りなさい。あなたたちが亡くなった者たちと私にしてくれたように、主があなた方に恵みを施してくださいますようにとね。また主があなたたちがそれぞれ新しい夫の家で安らかに暮らせるようにしてくださいますようにと。そして2人に口づけしたので、彼女たちは声を上げて泣いた。二人はナオミに言った。私たちはあなたの民のところへ一緒に戻りますと。ね。で、いや、帰りなさい。いや、行きます。帰りなさい、行きます。もし問題あります。で、オルパは帰ることを選び、ルツはナオミと一緒に、ナオミの故郷に一緒に行くことを選んだという、そういうですね、お話なんですね。で、だから、ナオミはもう二人の息子が死んだんだから、あなたたちはもう法的に何のね、その縛られるものもないので、私はもうベツレヘムに一人で、もう本当に不幸な女ですから帰りますよと。なので、あなたたちはせめてこれからね、まだ若いんですからね、モアブの地で新しい旦那さんを見つけて幸せになりなさい、子孫を残しなさいというふうに、ナオミは言います。でもルツはですね、引き下がるんですよ。いや、あなたの民は私の民、あなたの神が私の神、これがセットになってるというのは本当に大事ですよね。つまり、そのイスラエル人になるっていうのは、個人的にヤーウェイなる神を信仰すればイスラエル人なんじゃなくて、セットになるものは何かというと、イスラエルの民が私の民だということも告白しなきゃいけないんですね。これ結構信仰について大事なことを言ってて、結構その、私クリスチャンですけど、クリスチャン のその教会に行く必要ないですよとかっていう人って時々いるじゃないですか。ね、個人で信じてるのが大事なんであって、別に教会の一員になる必要はないっていう人いるんだけど、でもそれって、でもこのルツの ロジックによれば、実はあなたの神が私の神になった時点では半分に過ぎないです。話の半分で、あなたの民が私の民になる、つまり共同体の一部になるというもう半分が達成されないと、実はそれってユダヤ人にはなれないのと同じように、クリスチャンになるっていうのは個人的な信仰だけではなれなくて、他のクリスチャンとの交わりって、これオプションじゃないんですよね。ね、だからハンバーガーで言うとザワークラウトじゃないんですよ。ハンバーガーじゃない、ホットドッグで言うとパンかソーセージのどっちかなんですよ。で、ソーセージだけだったらフランクフルートだし、パンだけだったらバンズじゃないですか。だからその交わりと神への信仰って、これセットなんでね、これは間違わない方がいいかなと思います。ザワークラウトだから、交わりはケチャップとかだと思ってる人が結構あまりにも多いかなと僕は思いますね。で、ちょっと話戻しましょう。話戻しますとね、この10年間にこの感情的な結びつきが築かれたので、ルツはナオミと共にイスラエルに帰るということを主張しました。で、この結びつきって、このはあまりにも強かったので、モアブ人のルツにそのアイデンティティを捨てさせ、そしてナオミのアイデンティティ、つまりユダヤ人になっても構わないと思わせるほどの結びつきだったんですよ。でね、まあ、ちょっといつか僕YouTube で紹介したいと思っている本があって、それがキリスト教徒ローマ帝国というですね、本があります。これロドニー・スタークというですね、社会学者が書いた本です。で、この人ってですね、要は社会学的
宗教社会学的に、初代教会で何が起きたのか、つまりキリスト教が392年かな、コンスタンティノープルの時にミラノ勅令でキリスト教が、まあ、ローマのね正式な国教となった。でそれまでのその300年ぐらいの間に、そのパウロとかが伝道した時期とその392年までの間に何があったのか。でじゃあそのミラノ勅令の時点でクリスチャンの人口どれぐらいかというと、大体ね 11% から 12% とかって言われてるんですって。じゃあその、ま、時間を巻き戻してキリストがね、まあ、昇天をして、で使徒の働きで、ね、聖霊が下ったと、あの時って信徒で120人とかじゃないですか。でそっからずっとめちゃくちゃ少ないんですよ。 1% 未満の時期がめちゃくちゃ長く続くんですね。でもある時を通して、それがこうなんていうの、こう指数関数的に増えていくんですね。で11から 12% になって、もうローマ帝国はもうこの影響力を無視できないということで、国教にしたという流れがあるわけですよ。でじゃあそれってどういうふうに起きたのっていうのを、ロドニー・スタークは、まあ、宗教社会学的に一次文献からこう分析していったのが、このキリスト教とローマ帝国という、すごく面白い本で、この人ね何を参照したかというと、実はあの当時のキリスト教徒の増え方って一番今の世界で似てるのは、モルモン教だって言うんですよ。で2つの点で似てるんです。1つはその指数関数的な増え方がものすごく似てる、そしてまあ記憶に新しい、2012年か、の大統領選で共和党の候補だったマケインかな、間違ってたらごめんなさいね、候補だった議員って、あの人ってモルモン教徒なんですよね。だからもしかしたらモルモン教の大統領が誕生するかもしれなかった瞬間があったぐらい、まあ、アメリカではモルモン教ってもうもはやね、ユタ州なんてもうモルモン教徒だらけだし、モルモン教徒ってまあ確かにちょっとキリスト教的にはまあそのルーツとかを考えると異端的なところがあるけど、もう市民権は獲得してるんですよね。じゃあね、ずっともうものすごく異端と思われてたんです、モルモン教って。もうセクトとカルトとかセクトと思われてたっていう意味でも似てるんです、実は。っていうのは、その新約聖書時代、つまりその使徒の働きとかの時代のクリスチャンってユダヤ教のセクトって思われてたし、自分たちもそう思ってたんですね。自分たちはキリスト教徒だよみたいな、我々世界の3分の1がキリスト教でみたいなのって、まあ我々はそうかもしれないけど、彼らの主観的な意識は、私たちはユダヤ教のセクト、あるいはユダヤ教のカルトをやっているという、自分たちもそう思ってたし、世間もそう言ってます。そして使徒の働きに彼らがそう呼ばれてると書いてあります。はい。でそこからどういうふうに社会的に認められるまでになったかっていうストーリーは、実はモルモン教の増え方、そしてモルモン教の社会的認知のね、変わり方っていうのがものすごく参考になる。おそらく当時起きたことはモルモン教にこの 2,300 年に起きたこととかなりよく似てるんじゃないかという類推を立てます。そしてスタークはですね、じゃあモルモン教の人たちをじゃあ今ね参照していくと、どういうふうに彼らがいわゆるそのキリスト教、仏教、イスラム教とかって、まあ、ユダヤ教もそうでしょう、ね、でもういわゆる既存の伝統的宗教じゃないですか、今の世界では。だけどモルモン教って少なくとも200年200年前には結構極物だったわけですよね。でその使徒の働きの時代のキリスト教も極物だったわけですよ。極物と思われてたわけですよ。じゃあその極物に人がなるっていうか、自分がキリスト教徒になりますっていうのは、現代世界で言うのと、この当時の使徒の働きの人たちが言うのでは全く意味が違ったんですね。つまり現代世界で言えば、もうなんか物見の塔に入りますとかですね、なんだろう、オウム真理教に入りますとか、それぐらい偏見の目で見られたのが、まあ、当時の状況だったってことを考えると、実はその心理的なハードルってものすごく高いんですよ、ね、じゃあその心理的なハードルっていつ超えられるのかっていうことを、ロドニー・スタークは、まあ、モルモン教を参照点にしながら分析していたんです。それがキリスト教とローマ帝国という本です。で結論を簡単に言いますと、スタークが発見したのは、実はこの社会でその主流とされていない宗教に人が加わる、メンバーとして加わる瞬間っていうのは、
実はその人がその教義に納得した時とか、それによってものすごく恩恵を受けた時じゃないって言うんですよ。違うんだって言うんです。大事なのが社会資本っていう概念なんですよ。それぞれの人はですね、社会資本を持ってますね。で、社会資本って、まあ、つまり、そうですね、まあ、例えば、まあ、なんかあの親友一人のね、を金融価値に変えるとだいたい1000万円ぐらいだとかっていう試算があったりするじゃないですか。そういうのと同じように、我々っていろんな知り合いがいたりとか、いろんな友達がいたりとか、いろんな親戚付き合いがあったりとか、でそれって何かっていうと、自分が困った時にいざとなったら助けてくれる人の数なわけですよね。数であり蓄積なわけですよね。で、例えばですよ、5人の、まあ、自分を助けてくれる人がいるという社会資本を持つ人がいたとしますね。その人の全ての人が、例えばローマ帝国で言うとローマの神々を信じている人だったとします。ところがその一人中に一人クリスチャンが入り、二人クリスチャンが入り、そして三人目がクリスチャンになった時に、その人はクリスチャンになるんだっていうことです。モルモン教も同じなんですって。つまりある人が持っている社会資本って、まあ、ポートフォリオになっているわけで、そのポートフォリオの半分をある集団のグループが超えると、その人はその集団の一員になるっていうのが、まあ、スタークが、まあ、社会学的にドライに分析した結果なんです。って考えるとですよ、ルツのこの回収ってまさに社会資本がナオミという人とのつながりが持つ社会資本の意味合いが、それまでずっと生きてきたモアブという国でルツが築いてきた社会資本を超えた瞬間、ルツはあなたの神は私の神、あなたの民は私の民というようになったっていうことがわかるんですよね。これって僕実は伝道の理想の形だと思ってて、で僕ね、結構そのなんていうのかな、伝道って頑張ってした時期もあるんです。そのトラクトを撒いたりとか、知らない人に話しかけたりとか、もう友達も当たり構わずですね、キリストって知ってるとかって言ったりとかしたこともありました。でもですね、僕ねずっとね、この二十何年クリスチャンになってきて、あの多分、まあ、僕を通してクリスチャンになった人って20人前後いると思うんですよ。で、まあ、僕が知ってる、直接ね、あの知ってる人、まあ、間接的にはもっといるのかもしれないけど、まあ、そんな感じなんです。で、じゃあその人たちの一人一人の顔を思い出した時に、僕はあのその人を説得して、うん分かった、信じるって言って信じた人って誰もいないですね。じゃなくて、なんかずっと一緒にラーメン食べたりとかですね、一緒になんか語り合ったりとか、あの一緒にバカ話をしたりとかで、なんか友達になっていって、である時点で本当にもうなんか菌に感染するかのように、ある時期にじゃあもう一緒に気づいたら祈ってたみたいな形で、そういえば信じたなということを思い出した時に、やっぱスタークが言ってたことは本当だなと僕は本当に思ったんですよね。はいはいはい。で、まあアブラハムを通して創世記2章12章で神が約束された地上のすべての民族はあなたによって祝福されるということの実は成就なんですよ、これ。ナオミがルツを回収させたっていうのは。で、この理想的な実現の仕方、つまり、アブラハムがを通してすべての民族を祝福するということを、この言葉をもって神が意図していたことって、まさにこのルツとナオミのストーリーのようなことなんですよね。で、旧約学者のクリストファー・ライトですね、という方が2016年に日本伝道会議で、講演してたんですけれども、その時にも全く同じことを言ってて、で、その時にはですね、確かにナーマンの箇所を聞きながら、これはアブラハム契約の実現だってライト氏は言ってました。で、まあ私たちの伝道って実はこのようなものであるべきなんじゃないかなと思うんですね。で、それはキリストを知らない人たちをなんか説得したりとかですね、まあ、別に時にはしてもいいのかもしれないけど、別にでもただそれよりも大事なことがあって、それはキリストの知らない人たちにも社会資本って必要じゃないわけじゃないですか。いざとなったら助けになる人って必要なわけじゃないですか。じゃあ今はもうそういう人が5人いますよっていう中に、あなたというクリスチャンがですね、1人加わるだけでもその人にとっては大きな変化なんですよ。で、この5人の中にはもしかしたらいざとなったら逃げ出す人もいるかもしれないじゃないですか。その時にあなたが支えになった時に、
その人はもしかしたら私の神はあなたの神は私の神、あなたの民は私の民という形で、まあ、オセロのね、白が黒にひっくり返るように、まあ、黒が白にひっくり返るように、どっちでもいいですけど、オセロがひっくり返るようにして、一人また一人とですね、クリスチャンに感化されていく。僕はそういうふうに実は宣教ってなされていくと思いますし、まあ、僕がしていきたい宣教というのはまさにそのようなものであって、なんかこう散弾銃のようにお前信じろよ、お前信じろよ、お前信じろよみたいなことは僕の体質にも合わないし、まあ、する必要もないんだなと分かってすごく自由になったし、むしろそれが分かった時から伝道ってむしろうまくいき始めたということもあるんで、まあ、ナオミのようなですね、僕は伝道こそ自然体であり力強い伝道なんじゃないかなと思ってます。ということで、ルツの回収はなぜ起きたのか、伝道の理想の形という形で、まあ、結構普段より長く話しましたけれども、お送りさせていただきました。まあ、面白かったよという方は、いいねボタン、ね、チャンネル登録していただければと思います。ということで、また次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。